僕は可愛い顔はしていたかもしれないが、体も心も弱い子でした。その上臆病者で、言いたいことも言わずに済ますようなたちでした。だからあんまり人からは可愛がられなかったし、友達もない方でした。昼ご飯が済むと、他の子供たちは活発に運動場に出て走り回って遊び始めましたが、僕だけは、なおさらその日は変に心が沈んで、一人だけ教場に入っていました。外が明るいだけに、教場の中は暗くなって、僕の心の中のようでした。自分の席に座っていながら、僕の目は、時々ジムのテーブルの方に走りました。ナイフでいろいろないたずら書きが貼り付けてあって、手垢で真っ黒になっているあの蓋を上げると、その中に本や雑記帳や石板と一緒になって、飴のような木の色の絵の具箱があるんだ。そしてその箱の中には、小さい墨のような形をした藍や陽光の絵の具が、僕は顔が赤くなったような気がして、思わずそっぽを向いてしまうのです。けれどもすぐまた、横目でジムのテーブルの方を見ないではいられませんでした。胸のところがドキドキとして、苦しいほどでした。じっと座っていながら、夢で鬼にでも追いかけられた時のように、気ばかりせかせかしていました。教場に入る鐘がカンカンとなりました。僕は思わずぎょっとして立ち上がりました。生徒たちが大きな声で笑ったり怒鳴ったりしながら、洗面所の方に手を洗いに出かけていくのが窓から見えました。僕は急に頭の中が氷のように冷たくなるのを気味悪く思いながら、ふらふらとジムのテーブルのところに行って、半分夢のように、そこの蓋を上げてみました。そこには僕が考えていた通り、雑記帳や鉛筆箱と混じって、見覚えのある絵の具箱がしまってありました。何のためだか知らないが、僕はあっちこっちを見回してから、誰も見てないな、と思うと、手早くその箱の蓋を開けて、藍と陽光との二色を取り上げるが早いか、ポケットの中に押し込みました。そして急いで、いつも整列して先生を待っているところに走っていきました。僕たちは若い女の先生に連れられて教場に入り、めいめいの席に座りました。僕はジムがどんな顔をしているのか見たくってたまらなかったけれども、どうしてもそっちの方を振り向くことができませんでした。でも僕のしたことを誰も気のついた様子がないので、気味が悪いような、安心したような心持ちでいました。僕の大好きな若い女の先生のおっしゃることなんかは、耳に入りは入っても、何のことだかちっともわかりませんでした。先生も時々不思議そうに僕の方を見ているようでした。僕はしかし、先生の目を見るのがその日に限ってなんだか嫌でした。そんな風で、一時間が経ちました。なんだかみんな耳こすりでもしているようだと思いながら、一時間が経ちました。はぁ。教場を出る鐘が鳴ったので、僕はほっと安心してため息をつきました。けれども先生が言ってしまうと、僕は僕の級で一番大きな、そしてよくできる生徒に、ちょっとこっちへおいで、と肘のところをつかまれていました。僕の胸は宿題を怠けたのに先生に直さされた時のように、思わずドキンと震え始めました。けれども僕はできるだけ知らないふりをしなければならないと思って、わざと平気な顔をしたつもりで、仕方なしに運動場の隅に連れて行かれました。
君はジムの絵の具を持ってるだろう。ここに出したまえ。そう言ってその生徒は、僕の前に大きく広げた手を突き出しました。そう言われると、僕はかえって心が落ち着いて、そんなもの、僕持ってやしない、と、ついデタラメを言ってしまいました。そうすると、三四人の友達と一緒に僕のそばに来ていたジムが、僕は昼休みの前にちゃんと絵の具箱を調べておいたんだよ。一つもなくなってはいなかったんだよ。そして昼休みが済んだら、二つなくなっていたんだよ。そして昼休みの時間に教場にいたのは、君だけじゃないか。と少し言葉を震わしながら言い返しました。僕はもうダメだと思うと、急に頭の中に血が流れ込んできて、顔が真っ赤になったようでした。すると誰だったか、そこに立っていた一人が、いきなり僕のポケットに手を差し込もうとしました。僕は一生懸命にそうはさせまいとしましたけれども、多勢に無勢で、とても叶いません。僕のポケットの中からは、みるみるマーブル玉や鉛の面子などと一緒に、二つの絵の具の塊がつかみ出されてしまいました。それ見ろ。と言わんばかりの顔をして、子供たちは憎らしそうに僕の顔を睨みつけました。僕の体は一人でリブルブル震えて、目の前が真っ暗になるようでした。いいお天気なのに、みんな休み時間を面白そうに遊び回っているのに、僕だけは本当に心からしおれてしまいました。あんなことをなぜしてしまったんだろう。取り返しのつかないことになってしまった。もう僕はダメだ。そんな風に思うと、弱虫だった僕は寂しく悲しくなってきて、しくしくと泣き出してしまいました。泣いて脅かしたってダメだよ。とよくできる大きな子が、馬鹿にするような憎み切った声で言って、動く前とする僕をみんなで寄ってたかって2階に引っ張っていこうとしました。僕はできるだけ行くまいとしましたけれども、とうとう力任せに引きずられて、はしご段を登らせられてしまいました。そこに、僕の好きな受け持ちの先生の部屋があるのです。やがてその部屋の戸をジムがノックしました。ノックするとは、入ってもいいかと戸を叩くことなのです。中からは優しく、お入り?という先生の声が聞こえました。僕はその部屋に入るときほど嫌だと思ったことはまたとありません。何か書き物をしていた先生は、どやどやと入ってきた僕たちを見ると、少し驚いたようでした。が、女のくせに男のように首のところでぶつりと切った髪の毛を、右の手で撫で上げながら、いつもの通り優しい顔をこちらに向けて、ちょっと首をかしげただけで、何の御用、という風をしなさいました。そうすると、よくできる大きな子が前に出て、僕がジムの絵の具を取ったことを詳しく先生に言いつけました。先生は少し曇った顔つきをして、真面目にみんなの顔や、半分泣きかかっている僕の顔を見比べていなさいましたが、僕に、それは本当ですか?と聞かれました。本当なんだけれども。僕がそんな嫌な奴だということを、どうしても僕の好きな先生に知られるのが辛かったのです。だから僕は、答える代わりに、本当に泣き出してしまいました。先生はしばらく僕を見つめていましたが、やがて生徒たちに向かって、もう行ってもようございます、と言って、みんなを返してしまわれました。
生徒たちは少し物足らなそうにドヤドヤと下に降りていってしまいました。先生は少しの間何とも言わずに、僕の方も向かずに自分の手の爪を見つめていましたが、やがて静かに立ってきて僕の肩のところを抱きすくめるようにして、絵の具はもう返しましたか？と小さな声でおっしゃいました。僕は返したことをしっかり先生に知ってもらいたいので、深々とうなずいてみせました。あなたは自分のしたことを嫌なことだったと思っていますか？もう一度そう先生が静かにおっしゃった時には、僕はもうたまりませんでした。ブルブルと震えて仕方がない唇を噛みしめても噛みしめても涙声が出て、目からは涙がむやみに流れてくるのです。もう先生に抱かれたまま死んでしまいたいような心持ちになってしまいました。あなたはもう泣くんじゃない。よくわかったから、それでいいから泣くのをやめましょう。え？次の時間には教場に出ないでもよろしいから、私のこのお部屋にいらっしゃい。静かにしてここにいらっしゃいよ。私が教場から帰るまでここにいらっしゃい。いい？僕を長椅子に座らせて、その時また勉強の鐘が鳴ったので、机の上の書物を取り上げて僕の方を見ていられましたが、二階の窓まで高く這い上がったぶどうづるから、一房の西洋ぶどうをもぎって、しくしくと泣き続けていた僕の膝の上にそれを置いて、静かに部屋を出て行きなさいました。